2002年、千葉県である事件が起きました。刑務所の中で知り合った二人の男が結託し、四人もの命が犠牲になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる小田島哲男は、1943年、北海道で出生します。小田島が生まれる前に、父親は亡くなっていたらしく、貧乏な暮らしをしていました。そして、彼は小さい頃から、祖母や親戚の家を転々とする生活をしています。そんな中、小田島が4歳の時に、とんでもない出来事が起きてしまうのです。なんと、母親が小田島を連れて、川に入水し、人生を終わらせようと試みたというのです。ただ、幼いながらに、危険を感じた小田島は、膝まで川に入ったところで、母親の手を振り切って逃げたと言います。一体なぜ母親がこのような行動を取ったのかというと、母親と祖母が喧嘩をしたからでした。そんなこんなで危機一髪、命は助かった小田島は小学校に進学しています。そこでの彼はとても評判が良く、大人からは頭もいいし偉い人になると言われていました。とはいえ、家が貧しいという事実が変わることはありません。そして中学生になった小田島は、買い物に行った店の引き出しから現金を盗んで補導されてしまいます。その後、なんとか中学を卒業した彼は働きに出たものの、長続きしませんでした。そしてお金がなく、空腹に耐えられなくなったため、食堂の食べ物を盗んでしまいます。それからは窃盗や詐欺を何度も繰り返し、6回もの服役を繰り返していました。そうこうしている間に、時は1990年になり、47歳の小田島が刑務所から出てきます。彼はその足で刑務所で知り合った仲間の家を訪ねました。そして金になる仕事がないか相談をしたのです。すると仲間から強盗の計画を持ちかけられました。この話に乗った小田島は、ターゲットとなる建築会社の経営者の家族を脅して大金を脅し取ったのです。驚くべきことに、小田島と仲間が脅し取った金額は3億円でした。このお金は仲間と2人で分けたようで、1人1億5000万円もの大金を手に入れたのです。このとんでもないお金を手にした小田島は調子に乗り出します。彼は高級車と高級マンションを買い漁り、海外でのカジノ旅行など贅沢三昧の日々を過ごしました。その結果、手にしたお金はわずか3ヶ月でほとんど使い果たしてしまったのです。このように後先考えずお金を使いまくっていたため、警察の目に留まってしまいました。そして海外から帰国した初日に空港で逮捕されたのです。この事件で小田島は懲役12年の判決を受けて、宮城刑務所に服役することになりました。こうして7回目の服役が始まったわけですが、さすがの小田島も今回は更生しようと心に誓っていたようです。なぜなら、付き合っていた女性と獄中で結婚したからです。小田島は妻のためにもこれからはちゃんと生きようと考えていました。しかしその一方で、刑務所の中での小田島は3億円の強盗に成功したすごい人物として有名だったようです。そのため他の受刑者たちが次々と声をかけてきます。そうして周りの人間から特別視されていた小田島の中で、いつしか次はもっとうまくやれるという気持ちが芽生えてしまいました。そうは言っても、この時の小田島には大切にすべき妻がいたため、更生しようと真面目に刑期を過ごしていたのです。しかしある時から突然妻からの面会が途絶えてしまいます。そしてしばらくして一枚の手紙が届きました。その差出人は妻の父親からであり、そこには衝撃の内容が書かれていたのです。なんと手紙には、小田島の妻が蒸発したと書いてあったそうなのです。これに大変なショックを受けた小田島は、心の中で何かが壊れたと言います。そんな中、受刑者の部屋の入れ替えが実施されました。そこで偶然にも同室となった男に、後に共犯者となる森田克美がいたのです。森田は女性関係のもつれから一人の男性を手にかけた罪で服役していました。そんな凶悪事件を起こした森田に対しても、小田島は武勇伝のごとく自身の犯罪を次のように語って自慢しています。俺は会社の社長宅に押し入り、銀行から金を持ってこさせて3億円を強奪した。海外で豪遊して帰ってきた。
さらに小田島は今回の服役を終えて出所した後のことについてとんでもない計画を立てており、その内容も周囲の人間にペラペラと話していたのです。驚くべきことに、資産家の家を狙って10億円ぐらいの大金を手に入れる。今度は証拠隠滅のために家の人間を全員手にかけて火をつけて逃げる。その後は偽名のパスポートで海外に高飛びするなどと宣言していたというのです。当然ですが、この話を聞いた多くの人間は非現実的な話だと受け止め、軽く聞き流していました。それは森田も同じで、小田島の計画について半信半疑だったようです。ところがどっこい、小田島は本気でこの計画を成功させようと考えており、具体的に内容を詰めていきました。まず彼が狙ったターゲットとして、会社の利益が出ていてワンマン経営で大金をある程度自由に動かせるオーナー社長を襲撃しようと考えたのです。そして小田島は獄中で雑誌などを読んで会社の内容などを調査していきます。そこで彼は多数の会社の持ち株率や借金の状態、住所や電話番号など各種のデータをノートに書き込み、情報を収集していったのです。その結果、多数の候補の中でも会社の経営状態が良く、社長の持ち株率も高いマブチモーターという会社を一番の有力候補と考えました。小田島はこれらの情報を何度も森田に話して一緒にやろうと誘い続けたのです。当初は半信半疑だった森田も、小田島が本気だと思うようになります。この時森田は自分のように人を手にかけた事件を起こして10年以上も刑務所に服役する人間は世間から冷たく見られると思っており、出所後の生活に夢も希望も持てずにいました。しかし小田島の話を聞くうちに、森田は信じられない思考を持つようになります。なんと小田島と事件を起こして大金を得れば、好きな旅行や女遊びに金を使うことができるようになる、小田島を信頼して勝負に出るしかないなどと思うようになったそうなのです。その後再び受刑者の部屋の入れ替えが行われることになり、2人は別々の部屋になりました。その際、小田島は森田に対し、先に出所したらアパートや犯行に使用する車、資金などを準備しておいてくれと頼み込んでいます。それから5年が経った2002年6月25日、ついに小田島は仮出所の日を迎えました。森田は小田島よりも2年早くに出所していたため、2人は落ち合います。そして、マブチモーターの社長宅を何度も下見し、ここなら10億は奪える、大金が入ればバラ色の人生が送れる、などと考えたのです。その後、ホームレスから買った戸籍を使ってパスポートを申請しています。これは犯行後に海外へ逃亡するためでした。事件当日となる2002年8月5日、小田島と森田は千葉県松戸市にあるマブチモーター株式会社の社長宅に訪れました。彼らは宅配業者を装ってインターホンを鳴らしています。すると社長の長所が玄関の扉を開けて応対してしまいました。小田島と森田はそのまま家の中に押し入ったのです。この時自宅には当時40歳の長女と当時66歳の妻がいたのですが、2人に対し刃物を突きつけて身動きが取れないように拘束しています。その後、家の中を物色すると、すぐに5から600万円ほどの札束が見つかりました。そして、高級ブランドの腕時計やダイヤモンドなどの宝石がついた貴金属、計966万円相当を盗んでいます。さらに小田島は、長女に対し、もっと金はないのかと尋ねました。ただ、長女は、もうお金はないと言い張ります。これを聞いた小田島は、これだけ裕福に暮らしているのに、もうお金がないなんてことはないと思い、突然怒りを覚えて頭が真っ白になったそうです。そして小田島はあろうことか長女の首にネクタイを巻きつけて手にかけてしまいました。この時長女はなぜこんなことをするのと涙を浮かべて命乞いをしていたそうです。その一方で森田は社長の妻をネクタイのようなもので手にかけました。その後、社長が帰ってくるのを待たずに家に火を放って逃亡しています。二人は後で札束を調べると1万円ばかりだと思っていたものが1000円も混じっていました。そのため結局奪えたのは250万円程度だったようです。その一方で自宅に帰宅した社長は目の当たりにした地獄のような光景に言葉を失いました。
実はこの日、社長は妻と長女が好きなケーキを予約していたそうです。そして食べられることのなかったケーキは妻の誕生日と重なった告別式で霊前に備えられたといいます。この事件はすぐにトップニュースとして取り上げられ、警察も捜査に乗り出しました。しかし、社長と犯人たちの関係性がないため、捜査は難航していきます。そして1ヶ月が経った頃、小田島と森田は奪った金をパチンコやフィリピンパブなどで使い果たしてしまいました。それからしばらくは空き巣を繰り返していた2人ですが、再び資産家を狙って大金を奪う方がいいと考え出します。そして小田島は、ふと司会なら金を持っているはずだ、などと考えました。その後、同じ手口で、今度は個人病院の院長宅を襲い、35万円を奪って院長を手にかけています。院長は妻と長男の3人暮らしでしたが、偶然にも妻と長男は旅行中だったため助かりました。しかし、ここで奪った金もあっという間に使い果たしてしまいます。そこで次に金券ショップ経営者の男性宅へ警察を装って訪問しました。この時に応対した経営者の妻は普段は出社していましたが、数日前から風邪で休んでいたため自宅にいたのです。そんな彼女に対し身動きが取れないように拘束し、金の在りかを聞き出しました。そして現金数百万円を奪い、口封じのために彼女のことを手にかけています。最終的に小田島と森田は3軒の家を襲い、4人もの命を奪ったのです。ここまでして手にしたお金は当初の計画にあった10億円とはほど遠いものでした。とはいえ、ここで小田島らが真面目に生きようと改心するはずがありません。2人は懲りずに空き巣を繰り返したのです。しかしそんな生活に終わりが訪れます。2005年1月20日、当時61歳になっていた小田島と当時54歳の森田は、群馬県前橋市の女性宅に侵入しているところを張り込んでいた警察官に見つかり、現行犯で逮捕されたのです。こうして2人は豚箱行きになりました。この時、2人は窃盗で捕まったのですが、その一方で警察に有力な情報が寄せられていたのです。その情報というのが、二人の知人を名乗る関西在住の男性からであり、小田島から馬淵宅の強盗に加わるように誘われたが断った。その後、小田島らから馬淵事件は俺たちがやったと聞かされたと証言しました。この情報をもとに警察は裏付け捜査を開始し、事件2日前と事件当日、二人の車が現場付近を走行していたことを確認したのです。さらにパスポートの偽造など様々な罪が炙り出されていき、言い逃れができなくなった森田は自供しました。一方で小田島はイケシャーシャーと関係ないのでわからないと一貫して関与を否定していたそうです。その後の裁判で二人には極刑が言い渡されたのです。この判決を不服とした小田島と森田はダブルでちゃっかり控訴しています。ただ小田島は自ら控訴を取り下げたため極刑が確定しました。その一方で森田は控訴を取り下げることはなく、控訴審が行われています。しかしそこで判決が覆ることはなく、上告もしましたが棄却されたため森田の極刑も確定しました。そして小田島の極刑が確定してから10年の月日が流れた2017年9月17日、最悪の出来事が起きます。なんと当時74歳の小田島が食道がんのため収容中の東京拘置所で亡くなったのです。つまり彼は自ら行った罪を償うことなくあの世へ逃げてしまいました。二人の男が起こした本事件、現在森田は東京拘置所に収監されています。被害者のご冥福をお祈りします。